いやいやいや、昼間からどうもどうも、ありがとうございます。この間の、はい、瀬戸朝香のバースデーライブの私たちが参加する前の、ところで書き込んでもらってたチャットを、まあ、はい、生放送中にこう、はい、ピックアップが我々できなくなったっていうことで、はい、公開した後にようやくそれがちゃんと見れたので、はい、書き込んでくださった中から質問を答えるコーナーということで、はい、6月11日のトークライブを前にお答えしようじゃないかっていう試みを瀬戸くんとやってみようと思います、はい、お願いします。今瀬戸くん私の顔見えてないんだもんね。見えてないんですよ。でもきっと瀬戸くんのファンにはなかなか見れないカットじゃないかな。あんまり、そうですね、カメラを正面に向けて喋んないんで。そうですね、いつも、はい、あのピアノでこうたまにチラッと顔を見せるみたいな、はい、そうですね。いや、これは、はい、美味しい回になると思います。よろしくお願いします。いや、なんかね、結構切ってた中でそういくつかあって、まあ、5、6個答えれたらいいかなって思ってるんですけど、はい、そもそも2人の出会いはどこですかっていう、はい、そうですね、最初都庁で、あ、本当にでも偶然っていう感じでお会いしたんですよ ね最初は。あれ、私が初めて都庁行った時でしたっけ、はい、じゃなかったっけ。多分2回目とかってお聞きしたような気が。本当に、はい、あれかな、ヨミ君たちと一緒に来てた。そうです、ジェイコブさんとかもいらっしゃいました、ね、あー、そうだ、じゃあ2回目です、それ、はい、12月そうですね、12月ですね、去年の、はい、うおー。え、待って待って、まだそんなにしか経ってないの。そうなんですよね、多分前後ぐらいで並んでた。あ、そうですね、あのピアノの列で。そうだ。はい、そうだ。なんで並びながらなんかこそこそ喋ってたんだ。そうです。なんかディーモの話とかも。そうだそうだ、ディーモの演奏すごいなっていう話とかはね。そうなんですよ、情熱大陸の時に映ってくれてたのが多分。あ、そうでしたね、最初の時。あ、指動いてるっていうところ、私勝手にクローズアップしちゃったやつ。ありがとうございます。瀬戸くんはちなみに私のことを知ってくれたの？最初は多分アニマの動画だったと思います。あのアニマの動画ね、はい、最初もうアンチコメントの多さに洗礼受けましたから。責任重大すぎる中で、はい、あの動画が投稿されて、いや、予想はしてたんです、ある程度は、はい、来そうだなって思ったけど、予想以上来たなと思って。いや、でもそれだけの人がこのゲームを愛してくれてるんだよな、注目度もあったんだろうなと思って。僕もでもあったんで。ありますの？はい。結構ね、本当夜中切れて眠れなかったりみたいな。瀬戸くん切れることあるの？多分僕ブチ切れますよ。じゃあ次のお題なんですけれども、はい、ストピで驚きの場所はありましたかって。驚きの場所、驚きの場所、難しいな。まあ横浜のやつとかは、まあ驚きの場所というよりかは、うん、なんかエフェクトがあったりして。あなんだこれと思いましたけど。港未来のかな。そうですね、はい、あの光がシャンシャンなる。あ、そうですね。瀬戸くん、あそこって何回行きました？そこは2回かな、多分2回だったと。あ、私あそこ結局1回しか行ってないかも。うん、はい、あとなんか驚きの場所、驚きの場所、神戸がすごいストリートピアノあちこちに置いてて、一時期13箇所とか14箇所とかバーって置いてるタイミングがあって、もともと結構神戸って置いてたんですけど、はい、それにプラスでさらに置いてっていうのがあって、私はだからそれをめっちゃ回ろうみたいな企画をやったの、はい、初めて、はい、その時にポートターミナルの中にポツンと置かれてたのがあって、はい、船も出ちゃった後とか、なんかそういうタイミングだったのか、はい、ほんと誰もいなくて、
ただ目の前に海がブワーッと広がってて、すごい、誰もいないガランドのそのポートターミナルの中で私はプライドピアノを弾くっていう、すごい、これミュージックビデオ撮れるじゃんいやそうですね、確かに撮れそうっていうのはあったかな。一番遠くに撮りに行ったのって瀬戸くんどこですか？僕は北海道ですね。で別に撮りに行ったわけではないんですけど、旅行に行って、まあ、あるからついでに撮っとこうっていう感じで、うん、あの北海道、札幌と函館で撮りましたね。おー、え、それ去年？そうですね、去年かな。はい、いいな北海道ちょっとめっちゃ脱線したけど、はい、次行こうか、はい、バースデーの時に来てた話だったからね、はい、今までもらった誕生日プレゼントで印象があるものは？なんだろう、印象、うん、難しいな。浅香さんは何かありますか？バースデーでもらったもの、でも私今回かもしれない、もしかしたら。そういう意味では今この後ろのグリーンバックと、はい、ここのライト、あの女優ライトというかリングライト、はい、あの 4K カメラを実はいただいてしまった、はい、すごいっていうのが、で私は基本的に全部いただいてるスパチャとかは全部機材費にしますって言って公言してやってるのであれなんですけど、はい、まあ、その中から 4K カメラ買いますって言ってたところで 4K カメラいただいてしまって、ひょえーってなってまあだからその 4K カメラに使う予定だったものを今度別の機材費に当てれるなって、ちょっと PC を新調しないといけないなっていうのが分かったので、はい、それに投入したいと思います。瀬戸くんは？印象に残ってるっていうと、うん、まあ大学1年の時のタンプレですかね。お、何もらったの？やばいんですよそれが。え、ここの防音室ですね。やばい。それはすごい。そうですね。まあ今までもらったタンプレの中で桁が違いすぎるっていう。防音室って、はい、あれぐらいするよね。あれぐらいしますね。あれぐらいするね。まあ、あの比較対象で言うなら、はい、そこそこ新車買えるね多分。新車ぐらいですね多分。多分ね、下手するとピアノと同じぐらいするからね。いや、うちのピアノ実はそこまでしてなくてですね。え、そうなんだ。まあ、中古だったっていうのもあるんですけど、うん、このピアノ代は買えますね。やばい。乗せられるかな。それぐらい防音室は高いんだよ。そこに愛が詰まってるね。はい、そうですね。いやー、すごい。防音室か。そうですね。いや、でもそれぐらいやっぱりね、外に音漏れのこととかも考えないといけないし。はい。いや、マンションだともう相当時間が短いので。まあ、でも防音室があると、あ、そうですね、防音室にして、まあ割とな遅くまで弾けるようになったっていう感じです ね、音問題ってあるんですよ楽器は。そうなんですよ、めちゃくちゃ苦情をもらってたんで。 そしてやっぱりピアノをね、はい、家で弾ける環境があるっていうことは、あの、とてもありがたい環境だねっていうところにまとめよう。音楽で生きていくことに親に反対されたことはなかった？まあでも音大に行くかどうかで悩んだ時期も。お互いの魅力はって。瀬戸くんの魅力はやっぱり音の